ダッシュで行こうぜの武田でございます。避難で行こうぜ、よしき。1日2日、三塚です。大西です。はい、ということでやってまいりました、よしきさん VS 大西団長 800m 対決。うぅー、ちょっと分かんねー、緊張感が漂ってきます。分からないですよ。ということでよしきさん、軽く説明してもらって。大西団長 400m スプリンター VS 長距離のよしき、間を取った 800m の距離でどっちが勝つのっていう企画なんですけれども、はい、実は今回これ第2弾でして、第1弾は2年前かな、 1000m 対決、僕が勝利を得てるんで多分ですけど、今回第2弾2人ともハイグレードアップして、ハイグレードアップしてるなるほど、第1弾のような試合よりももっとバチバチに今回はなるんじゃないかなと思ってまして。それでよしきさん、今日大西団長との対決なんですけど、三塚くんが来てますけれども、こちらはよりよくバチバチになれるめちゃめちゃいいペースで 600m まで引っ張ってくれる綺麗なペースで引っ張りたいと思います。対決動画にありがちなのが牽制し合うっていうのが、うん、これでなくなります。なるほど、しっかりじゃあそこをメイクしてくれるということで、調整します。ありがとうございます。いやー、やっぱいいですね、あの見る立場っていうのは。いやー怖い。じゃあこれからアップしていただいて、ちょっとあの忙しい中スケジュール合わせてもらって、ちょっと夜の撮影プラスちょっと雨降っちゃってて、条件がめちゃくちゃいいとは言えないですけれども、はい、ちょっとあの皆さん持てる力を今日出してもらって、いい勝負にしてほしいと思います。頑張ってください。よろしくお願いします。ダッシュで行こうぜ。スパイクですか？今日何で走ればいいかちょっとアドバイス。まず今日雨なんで、はい、滑るかなと思って。なるほど。ちょっと苔もあるから、はいはい、気になったんで、かかとにピンあった方がいいかなと思って。かかとにピン、ハイジャンのスパイク。ハイジャンのって走れるんですか？メルカリで2500円。これでまず行こう、はい、次がやっぱり速く走んないといけないんで、やっぱカーボンスパイク。え、ピンレスの？ピンレス。すごい、初めて見ました。走りやすいですか？硬い。硬い。これ2足目。これめっちゃ走りやすいんですけど、 SP ブレード。あー、なるほど。100とかじゃないですか？400いけんじゃんよ。400がいければ800もいける。これはあり。これはあり。これマジでレアな映像です。お兄さんとミスカ君が何足があるんですか？イチャイチャしてる。本気なんで、はい、オリンピック女子 800m はこれで走ってやる。おー、出た。マックスぐらい。マックスぐらい。僕も初めてです、これ。これめっちゃ走りやすいらしいですね。いいんだけど、雨だし、白だし、汚したくないですよね。いや、間違いないです。これはすごい。僕も履きたくないです。女子の800のチャンピオンとか、ビクトリーじゃなくてマックスぐらいなんですか？ムーってやつ。へぇ、走りやすいってよく聞けます。一番いいだと思います。はい。SP レーダーもあり。 SP レーダーも絶対ありだと思います。勝負用にこの期待かつアディゼロアンビションってやつ。かっこよ。これは短距離です。これは400から戦後までいける。バハマのショーナ・ミラー選手っていう、これ400で勝った選手がこれ多分履いてて、これかマックスぐらいか、まあベルエドとブレード、その3つそうですね。どれがいい？僕的にはこれ、ちょっと待ってください。これはこれなしで、これハイジャンなし。これハイジャンない、ハイジャンなし、ないですか？これ、これかこれかな。なるほど。やっぱちゃんと中長距離用の、はいはい、中長距離履いた方がいい。はい、履いた方がいいかなと思います。やっぱちょっとどうしても多分最初バーンと出力出すぎて、後半がちょっと何秒何秒？57ぐらい。58秒で通過しようと思ってます。最後いい30で。いいペースで引くねー。ダッシュで行こうぜ。あたりが暗くなっていますが、見てください、このオーラ。え、日本選手権前でしょ、完全にこれ。日本選手権前の選手やの、完全に雰囲気が。大西団長、昨日はね、あの 800m ではありえない前日刺激、なんとスナッチやってます。スナッチ団長ということで、よろしくお願いします。三塚くんはね、もう淡々と、あ、僕もうどこまででも行きますよって言ってましたね。はい、さすがっすね、うん、見てください、この笑顔、いちいち笑顔。さあ、よしきや、そして緊張してる。めちゃくちゃ緊張してます。うわ、傍観者マジで楽しいな。おい、次は反応してくれるかな。どうでしょう、反応してくれるかな。しないんかーい。いや、ちょっとこれもね、あ、これバチバチです。皆さん見てください、これバチバチです。完全にバチバチです。さあ、でもよしきね、昨日一緒に調整して調子は多分いいです。一方ですね、これ団長なんですけれども、知ってる方の方が多いと思いますけれども、大西団長ですね、あの孫うことなき短距離選手です。400選手でもあり、プラス戦いを見てくださった方なら分かると思うんですけれども、 1000m も走れると。短距離選手なのに2分50秒切りとか前後でいける、ありえない選手なんですよね。だから僕だって 1000m 3分20ぐらいかかりますから、30秒ほど僕より速いという感じなんですけれども、長い距離が得意で、大西団長はね、僕よく練習ご一緒させていただくんですけれども、その中でも走り込み系の練習がめちゃくちゃ強いというところで、あのこういう 800m とか 1000m そういう距離が走れるのではないかなという印象はありますね。それではお二人にインタビューしていきたいと思います。
どうですか調子は。いや今週悪いのよね。先週結構良かったんだけど今週ちょっとあんま良くない。それスプリントの話ですよね。あスプリントほとんど練習、いや全くって言っても練習してないんだけど週に1回15分ジョギングだけしてるから。あそうなんですか。それくらいかな。計算もいるんでほんまにそこまで作戦とかないかなって思うんですけど。作戦はないね。ですよね。もう三塚くんに行けるとこまで行って、まあでも三塚くんについていけるやつが勝つでしょ多分でもぶっちゃけ YOSHIKI の動画見てビビってはいる好きなジブリのキャラクターだけ言うとジブリのキャラクター3 3と結構本日の調子を教えてください。いや緊張してるね。本当に緊張してる。面白いことは何も言えない。でもあれでしょ、あの暗くなることを想定して黄色い見やすいやつ着てくれたでしょ。今回ペーサーミスカ君いるんで、うん、あの多分あんま作戦とかないんですけど、うん、まあ、なんか考えてることあれば。そうだな、うん、最初の1周を眠ったような感じで入ってラスト300あたりぐらいから海岸みたいな感じの余裕度合いで最初入れたら勝負できるのかなと思います。何も考えずにひたすらついてく。好きな山手線の駅名だけ教えて。好きな山手線の駅名。そうだな、渋谷。お兄さんちはね、服の暗さより肌の黒さのが目立つという、暗さだけちょっと見えづらい形になってます。溶け込んでる形になってます。えちゃんとスプリンタードラゴンフライのヤスキットアディダスのアンビション中距離用、中長距離用のスパイクですね。いきます。はい、いきます。よーいゴさあ始まりました、ヤスキ VS 大西団長 800m 対決。若干暗いところあって見づらい点ありますが皆さんそこをご了承いただき、思うやばいよ、もう完全に森の中してます。まあまあでもヨシキの黄色と、ミツカ君のこの水色、まあ、これちょっと若干見やすいけれど皆さんごめんね。本当に画面明るくすればちょっと見やすいかな。まあちょっと気持ち早いペースで入ってはないかな。29、あさすが気持ちいいペースになってますね。さあ一応前は、大西団長のが、前寄りをする形。まあそうよしきここでね、あのちょっと速いペースかなと思うところを、まあ、どんだけ落ち着いていくか、まあ、それが今回、よしき勝つための鍵になると思います。さあさあここ1周目、さあ2人入ってあげるところです。さあ余裕持っていきましょう、余裕持っていきましょう。54 55 56 57 58 59。ここしっかりついてって大西団長、ここでミスカ君にしっかりついてってはいる。さあここでちょっとヨシキが離れる展開になってきました。さあここヨシキしっかり我慢してね、我慢していきたいところです。さあ我慢して我慢して大西団長がそれにしてもついていく、それにしてもついていく。一応ここは、2人を追う形にしたいと思いますけれども、ラスト、ここでかけますよ。ってうわちょっと待って噛んじゃう噛んじゃう。さあこのペース大西団長守りきれるのか。どうなるどうなるどうなる。よしき頑張れ踏ん張れ、諦めるな、ここは諦めちゃいけない、ここは諦めちゃいけない。さあこのペース、いや85ぐらい、えめっちゃ速い、え速いよ全然大丈夫だよ、落ち着いてる。うわ水でちょっと大西団長の方にシフトしていきたいと思います。さあここでラスト100直線生き残ってるね大西団長、そして後ろからよしきも来た。さあラストどうなる、2人どうなる。さあ頑張れラスト、よしきも駆け上げてくるが来るが、さあラスト、この状況で先にゴールしたのは大西団長、そしてよしきゴール。さあお疲れ様でした。さあちょっとね、風もあり、皆さんいろんな状況だと思いますけれども、まず肉眼で確認できたのは大西団長が先に来てるところかなと思います。綺麗に2人が並んで結ばれております。綺麗です、いいねいいぞ、くっそー、これがリアルです、これが台本なしの勝負です。超余裕で3つ目800走ってきた、800走りました。熱い戦いをありがとうございました。エンディングの方いきたいと思います。ダッシュで行こうぜ。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした皆さん、こんな寒い中、もう寒い中ですよ。そうだ、ね、結果発表の方僕の方からさせていただきたいと思います。計り直させていただきました、おのおののタイムを、はい、1着団長2分2秒95。ゆめちゃんぐらい。よしきさん、はい、2分3秒54。
最後結構来ましたね。最後追いつきました、うん、ということで、まあ、ちょっと勝者の団長会長とお言葉をどうでした？三塚君が綺麗なペースに引っ張ってくれたので、もう人生で最後の発表だと思って2分も切ってやろうと思ったんですけど、ちょっときつかったっすね。やっぱ600から800が やってないとできない。後半の200、はい、結構きつかったっすね。58とかは結構やっぱ余裕はあったんですけど、練習しないとダメだ。これじゃあ吉木さんいかがでしたか？ちょっと久しぶりの団長との対決でしたけども、大西さんと同じぐらい僕も1分台で今日は三塚の力を借りて大西さんの背中を追いながら絶対出してやろうと思って走ったんですけど、結構状態が今まで良くて、で600もまあまあ良かったんですよ。そのイメージで余裕を持ってラストを上げれたらなっていう、なんかイメージが強すぎてのコンディションだったので、ちょっとやっぱきつかったんですよね、うん、きついのとその自分のイメージのギャップの差がありすぎて、それにちょっと対応しきれなくて、なんか全体的にもさった感じが足不足なのでしっかり本番に向けて、まだ本番があるんでもう一回今日の課題を見直して練習積んでいけたらなと思います。まあ一応2分3秒54で自己ベストではありますね。自己ベストなんで、自己ベストですけどそこじゃないんで。そこじゃないか。今日はそうですね、悔しいで、まとめます。ありがとうございます。水川君どうでしたお二人の、はい、ちょっと多分ちゃんと見れてないと思うんだけど。そうですね、引っ張りながら今日のコンディションは結構いつも以上にきつくて、1レーン水たまりが結構あって、すごかったね。 1レーンの外側走ったのあったり、ちょっと急に走る前に寒くなったりしたのもあって、僕自身も、まあ、1周1秒ぐらいちょっと早いなって感覚だったので、実際のタイムと比べて、タイム狙う機会はあると思うので、お二人はまた2分切りをクプラにてよくやるじゃないですか、うん、でもあれって結構やっぱいけちゃうんですよね。600でまず出して200をプラスしても意味ないので、僕が800やる方におすすめは 1000m とかはおすすめします。逆に800よりも遅いペースで長く走る練習をしておいた方が余裕を持ってレースができるので、短い距離で速くはみんなできちゃうので、遅いペースで長くっていうところもしっかり忘れずに800はやってほしいです。素晴らしい。イメージはもう吉木とミスクが前に行って、はい、600から用意どんの意識で言ってたんだけど、でも内側俺に譲ったじゃんね、はい、あ、もうこいつもダメだと思って気持ち悪いんだなって思った。気負ってんなって思った。構えてんなって思ったね。もうスタート前に勝負がついたかもしれないよ。自信ないとやっぱアウトに行きたくなる。誰かの後ろのでリズム漏れたくなっちゃうから。その通りです。まあまあでも本当にちょっと総括するとちょっと悪いコンディションの中、急なちょっとタイトなスケジュールなんか本当ありがとうございました。本当にありがとうございました、うん、ちょっとまた機会があればちょっとタイミングが合うか分かんないですけど、まあこれね、みんな2分切れたの見たいもんね。ぜひお願いします。はい、今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。はい、これ前もさ、これの黒バージョン来てました、はい、これ何だろう。今日の23時59分まで限定で僕が作った T シャツ、三塚 T シャツが販売してる、はい、これが走れる生地なんですよ。ちょっと待ってね。あ、はい、あ、これ僕です。お、いる、はい、このこれメイクステップスフォーワードフォアワンダフルライフって言って、素晴らしい人生に一歩踏み出そうよってことで、うん、なんかこれ来たらこれ来たらちょっと今日ジョギング行こうとか、ちょっと仕事頑張ろうとか勉強頑張ろうとか、そういうモチベーションになる服になればいいなと思って、はい、かつ普段着もできるし、これジョギングも全然これでできるので、見て買ってください。興味ある皆さん、ぜひ概要欄からお願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。